ンさん、こんにちは。本日2024年、2月の24日、本日、ボクシング、世界戦、3つの試合、皆さん、勝利おめでとうございます。まあ、最初の井上、田中康生選手の試合ですね。こちら何が起きていたかって言いますと、18時から、YouTube プレミアムの方から、まあ、見ようと思ってたんですよ。で、その時何が起きていたかっていうと、iPad の OS が新しいものに、バージョンアップしなければ繋がらなくなったんです。そもそも Wi-Fi 自体が繋げにくくなったりだとか、そういう、まあちょっと、このタイミングでこれはちょっと変だろうっていうのはあったんですよ。で、昨日から、iPad で打つときに、日本語の入力ができない。そういう現象が起き始めて、タイミング的に、もう今考えたら、ちょっと何かあるなと。まあ、そういうような状況で、OS のバージョンアップをするのに、まあ、とある段階まで進んで、あと残り、まあ、5分ぐらいで新しいバージョンに変わりますって言われてたんですけども、それもなかなか15分か20分ぐらいかかりましたね。もしかしたらもうちょっとかかってるかもしれない。で、そこで、まあ、田中康生選手の試合の5ラウンドぐらいですかね。5ラウンドぐらい、大体それぐらいから、直接見ての対応ということになりましたね。だからまあ、その間、まあ、よく持ちこたえてくれて、まあ、田中康生選手が、あれが言っとって言われたら、試合終わってからね、ちょっとそれはショッキングだったんですけども、こっちだって。これ本当いろいろあるから、本当。科学込みのこの世界、本当に。そこも怒らないように、こっち踏ん張ってるから、今日も買い物行って帰ってくるまでに、こう、何かこう言ってくる人間とか相手がいても、こう、怒らないで踏ん張ってたから、本当に。その辺のところね、動作が荒くなったりとか、そうならないように、もう今日一日踏ん張っていて、もう今日自体は睡眠不足すごい。4時間寝て、本当に。コンディション最悪。で、まあ、とにもかくにも。だから、その後、まあ、田中康生選手は、そうそう、僕が見てるとき、まあ、言葉の組み上げ、まあ、頭の中がなかなか、まあ、うまく勝つことが、できてない状態なんですけども、多分それね、まあ、正解とか、そのあたりのところで、他者の頭の中がいって、まあ、パンチが、当たってると。ガードもしっかりできてると。まあ、そういうような状況だったんじゃないかなと思います。頭の中ちょこちょこは言ってたんですけども。まあ、それでも一回ダウンを奪って。まあ、試合運びが手堅い試合運びだったので、ダウンを一回奪った時点で、まあ、このままの状態、しっかりと堅持というようなところで、まあ、もちろん、もう一度、まあ、KO も狙いに行きながらというようなことを描きながら、進めて、しっかりと、勝利することができました。まあ、その次 の、 中谷選手に関しては、まあ、入場の時から、言葉のワードの、組み上げだとか、まあ、田中康生選手の時は、まあ、YouTube つながってから、いや、YouTube じゃない、Amazon プライム、Amazon プライムがつながってから、まあ、言葉の組み上げ。中谷選手はもう入場の時から、組み上げで、まあ戦い方がリーチがあって、相手をなかなか懐に入れないような形で、まあストレートをたまに、いいのを打ち込むと、まあそういうような戦い方ですね。まあその辺のところも、まあ、主導権握りつつ、どのタイミングでまあ攻め込んでいくかっていうところで、まあ、すごくタイミング良かって、まあ、中谷選手自身の実力は感じましたね。まあ、田中康生選手はね、もともと井上尚弥選手とのスパーリングで、まあ、互角の動きをお互いしてましたから、
で、僕が井上尚弥選手に着いた瞬間、やっぱりカウンターが取れたので、だから元々の素材としては、多分井上尚弥選手とあまり変わらないと思うんですよ。だから田中康生選手はね、あまり心配しなかった。で、やっぱり、うん、まあ、記録的なことを行ってる。史上最速で、4階級制覇でしょ。で、バンタム級は今多いんですよね。で、田中康生選手もバンタム級でしたっけ？違うんでしたっけ？ちょっとその辺ちょっといろんな、まあ、今世界チャンピオンちょうど10人なんですかね。まあ、そのあたりで、まあ、誰かが、まあ、井上尚弥選手はね、スーパーバンタムから一つ上の階級へ上げて、スーパーバンタムが開くから、そこへ、バンタム級の誰かが乗り込むと。で、まあ、井上康生選手がバンタム級であるとするのであれば、まあ、スーパーバンタムへ行って、世界最速で5階級制覇を目指すと。まあ、そういうような形がいいんじゃないかなと思います。ちょっとバンタム級が今ちょっと数が増えすぎてるのと、あと今日の田中康生選手の試合の前の、日本人選手の世界戦ではないですけども、世界ランキングかなり高いところまで来てる選手、丸刈りの方、1ラウンド KO という、まあ、彼もバンタム級じゃないですか。だからまあまあ、後でちょっといろいろまた見てみますけども、先にちょっとメッセージだけ送っておこうと思いまして。で、まあ、仕留めどころ、中谷選手は、すごく良かったと、まあ、いうところですね。まあ、頭の中ずっと乾かしてたんで、いやね、もう今頭回んないですよ、睡眠不足プラスで。で、試合がね、しっかりと、YouTube とかで、動画上がってきたらね、それまた確認してから何かいろいろ気づいたメッセージを送ろうかなと思ってたんですけど、まあ、井上拓真選手の試合に関しては、基本的にカウンター狙いスタイルで始まって、まあ、セコンドの、お父さんの、アドバイスを、まあ、ちょっと耳傾けながら、その、接近戦になった時にしっかりと両足開いて、打ち合いっていうところ、その一撃の威力にこだわるっていう部分ですよね。あ、それはものすごく僕は重要だと思ってます。だからまあその辺のところで最初はまあカウンター狙いで、で、相手が距離それで詰めてきたら、そこで踏ん張って打ち合うっていう形ですね。その辺のところも多分、うん、井上拓真選手もそのスタイルで決めて、で、たまに、こちらが仕掛けると、まあ、そういうふうな形で、まあまあ、することが大体固定できたと。で、最終的に、打ち合いになった時に、まあ、今までのそのボディーブローだとか、そういったものの積み重ねが、まあ、最後2発ボディーが入った時に、まあ、ついに相手がと。まあ、いうようなところですね。まあ、コツコツ、積み上げてきて、まあ、ちょっと相手選手に流れが行きかけるかな、どうかな、っていうところだったんですけども、まあ、その辺のところ、すごくしっかりと踏ん張って、勝てたところが、大きいんじゃないかなと思います。まあ、最初の方の、カウンター狙いのところの主導権を握れていた、5ラウンドぐらいまで、そのカウンタープラス、接近戦だったら打ち合うっていう形ですね。その辺のところはしっかりと主導権が握れていて、で、まあ相手の方がダメージが、だいぶ溜まってる状態で、そこから先のラウンドの基本的に距離詰めて両者打ち合うのところでやっぱり、ダメージがたくさん抱えている相手選手の方が、まあ、やっぱりという部分ですね。だから試合運びがしっかりとできてたっていうところですね。まあ、ただ最後の打ち合いのところは、あの辺のところは、まあ、こちらもしっかりと踏ん張らなきゃならない状態で、たまにドキドキ感が来てたんですよ。その辺のところいろいろ、自分が今日考えた内容とかで、どういうふうに勝つのかっていうところの部分、その技術的なところじゃなくて、その辺のところで、まあ、どういう時にドキドキ感が発生してるかっていうところ、だからまあ、コンピューター相手に、こう、将棋を指してるような
まあ、形ですね。ただ内容はあれこれこう分かってきますから、どんなところで、どう思ってるルールとして受け入れてるかどうか、神がかり的な力の頭の中とかの生き方ね、あのたくさん行くかどうかとか、それたくさん行ったらやっぱり全然違いますから、的確性は。まあ、井上尚弥選手の試合とかもそうですけども、もうブロックから、あのガードからして全然違うんですよ。相手選手が打ってきた時にグローブのこの部分で顔の部分をしっかりガードして、でボディ打ってきた時肘でガードできてるんですよ。それはね、那須川天心、彼も強さを、あの子としての、 あの本人自身の強さを感じるんですけども、そこの僕のその硬さとかこう上乗せされた時に、もうガードはもうそれでいけてるから、そのできてるから、相手がボディ打ってたら多分拳の方が痛くなってきてると思うんですよ。肘で基本的に受けてますから、自然とそういう風な動きがしっかりとできてる。だからまあ今日は、まあ、まあ田中康生選手はもともと、まあああいう風な、もともとの素材としてがいい選手でしたから、まあ心配はないというか、まあボクシング自体が、うまい、まあ肩と肩をこう寄せ合っての接近戦での打ち合い、まあちょっと前にメイウェザー選手の試合を見てたんですよ。でそれまで情報としてそのすごい選手がいる、無敗の選手がすごい、ついついいろんな階級を、複数の階級を、制覇していってると。まあ、それで、その、特別試合の動画を実際に、こう、どんな試合運びをしてるんだろうとかは見てなかったんですけども、戦い見て、わかりました。L 字型の、ガードで、あとはスウェーとかを多用して相手に、とにかく打たせて、その中で、カウンターを取っていくと。それは基本的なベースの戦い方で、で、相手が、そればっかりに、その、メイウェザー選手がね、行ってるなっていう時は、メイウェザー選手はそれを察知して自分から打って出るっていう、そこら辺の、手堅い戦い方ですよね。ああ、どうりでと。いうような形でしたね。ああ、なぜ無敗のまま引退したのかっていう、戦い方が、非常に手堅い。その強烈な一撃をもらわないんですよね、まず、メイウェザー選手。だから、まあ、そういうふうな手堅さっていうところをお互い求めたような試合が、今日の田中康生選手の試合、お互いこう肩を寄せ合うような、相手にまず打たせたとき、打たせてから打つっていうような形を両者が行っていて、で、やっぱりうまさの部分で田中康生選手、まあ途中から参加した部分とかもありますけども、その試合終わってからあれが言ってる僕だからこうやって本当頑張ってるから本当にまあまあこういうふうな試合終わった時ぐらいはね、こういうふうな笑い話、交えながらで、まあ、中谷選手もやっぱり強いですね。うまいで来てるだけあって、ボクシング自体がうまい。強さを感じますね。まあ、ごめんなさいね。これ、田中康生選手がバンダム級じゃなかったら、その辺のところはまあ状況を見極めて、誰がスーパーバンダム行くか、話題性とかも含めて、まあ、そういうふうなところで判断していただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、一通り以上見たんですけどね、今、日本人の世界チャンピオンの方が10人ほどで、まあ、軽い階級のところで、重岡選手というご兄弟が同じ階級ですかね。で、まあ、その上もいるし、誰がどうみたいな形で、まあ、4団体統一を基本的にそこの階級の人たちがしていくと、井上尚弥選手は次々上上がっていくと、4団体統一をしながらと、それに合わせて動いていくみたいな形で、流れていったらいいんじゃないかなと思っています。井岡選手もバンダム級なんですかね。何でしたっけ、
スーパーフライでしたっけ。今まあ電波でうんっていう声が聞こえてきてるんですけど、ちょっと僕もちょっと一回なんかこう書き留めかだったら、書き留めなかったらちょっとあの状況把握、あのやっぱりみんな日によって変わってくるんで、もうこっちいろんなこと対応しなきゃなんないんで、本当にあの状況は日々変わってるんで、 いろんなことがものすごく政治経済含めて、この間ね、あの政治経済で、あのついに政治倫理委員会という形になったじゃないですか。で、呼び出し誰々がしなきゃされなきゃなんないんで、政治審議委員会の会長とかそのメンバーの大半が自民党なんですよ。もうだからもうこの間僕が言い始めたのが、もう野党のね、ものが、会長も委員会のね過半数以上を、構成しなきゃならない。でそうしなかったらバランスがあの保てないっていうことでね、まあ、そういうことを言い始めて、まあ、岸田さんの方にもそれは伝わってると思うんですけども、でそのね政治倫理審査委員会のメンバーをアクセスしたりだとか、一回アクセスした後もう一回あれこれ考えていて、もう一回押した瞬間今度音で攻撃されてきて、こっち何にも悪いことしてないのに政府の隠蔽突き上げる、ほんと大変言うから、それやられたやられたね、ほんと。もう今もうちゃんとある程度政府が動いてね、淡井圭介のことを通報してきた人間をまず調べた日の方向で物事動いてるから警察の方もほんとにほんとに、まあちょっと話それましたけども、まあそういうふうな形でみんな一つ一つ上上がっていけたらいいんじゃないかなと思います。まあ最後のね、井上拓磨選手の試合はまあちょっと、手こずった感はありましたけども、うん、それは試合中にすぐにあれこれ修正できた形です。ある程度追い込まれましたけどね、その辺のところ最後いいボディが2発、ちょっとこちらのね、心持ちが、なんて言うんですかね、強気っていう形になっちゃったんですよ。相手を、まあ、ことはあれですけども、やってしまうみたいなワードが頭の中でよぎってしまって。だそれがなると、ちょっとね、動き悪くなる。逆にパンチもらっちゃう。だから、その辺のところを、ラウンドの区切りのところで、ちょっと自分を落ち着かせて、もう一回言葉の構成を組み直して、芯が強い状態に戻して、でしっかりと試合を行うと、まあ、その辺のところはしっかり仕事をするみたいな感覚ですね。それによって的確性が変わってくる、パンチをもらわなくなる、もらいにくくなる、しっかりと当てれる、だから踏ん張ってその強く打つっていうのはものすごく大事で、そのお父さん、うん、まあ、コーチの方からコーナーでアドバイスもらってましたけども、あとはまあ体力の確認ですね、体力まだあるって大丈夫ってこううなずいていたのを見て、あ、こちらもその考え方でいいんだなと。やっぱり踏ん張って打つっていうところ、威力あるものをやっぱり打ち込まなかったらダウンって絶対生まれないじゃないですか。だからその辺のところはやっぱり根性でやっぱり踏ん張るしかない、気合ってしっかりと相手の攻撃をガードして、しっかりと自分のパンチを相手に打ち込むと。まあ、もうその辺のところは仕事ですよね。ということで、本日、世界チャンピオン、3試合とも、しっかり勝てて、よかったと思います。まあ、何回も言いますけどね、去年、阪神タイガースと、今日、ヴィッセル神戸の試合大賞、去年優勝してるから、もうそっちの、もうあんまりもう何も考えてないんですよ。もう今日もボクシングの試合、ある程度、とにかく夕方ぐらいから、そこはもうボクシングの試合に徹底して取り込むので、それまでに自分のいろんな部分、もう一度二度寝とかしたりして、もうこっちも、その睡眠時間で、その、頭なんか貸しながらだから、基本的に睡眠不足だって頭回んないから、本当にもう。本当ね、まあ、まあ、試合終わった後も、まあね、まあちょっと自分を取り戻して、まあそれからコメント。もうどんな試合だったかもう頭なんか分かんなくなってるんですよ。頭が貸しすぎて。本当に。
で、まあ、ちょっと間を置いてから今コメントしていたっていう形ですね。まあ、OS の件もびっくりしましたね。最初、間違って、アプリを開こうとして、アプリ。あれ、繋がらへんな。あ、そうそう、YouTube だった。あ、YouTube じゃん。Amazon プライムだった。プライムビデオだった。ってさ、加入したんやって。一月1000円払いながら、でも、もうええわって思って。押しても繋がらない。本当に。で、Apple のサポートセンターに電話かけて、で、30分近く話して、やっと、OS を更新すればいい状態まで持っていけて、あとはもうそこまで。あとは更新時間、あともう5分ぐらいや。それでもう様子見てもらえますかということで。あ、これでちゃんと繋がるようになるなと。そこからもう15分以上かかって5分どころか。なんかこう伸びていった、読み込みが進んでいた、こう、横のバーがこう埋まっていくじゃないですか。あれがね、途中まで行ってから、まずゼロに戻ってたんですよ。これ、絶対怒らそうとしてるわって。乗れ、そこは乗れって怒らへんって。これ笑いながら言ってますけども、ちょっと動き止めるような形で、そこ、冷静にいろんなこと考えながら、あ、ここ絶対慌てたらダメだって。今、試合がどの辺まで進んでるか正直わからないと。もう、19時過ぎでも、そのメーターが、こう、また戻ってる状態にされたから、まずいって、田中康生選手の試合始まってる。だけども、ここは落ち着いていこうと。そういう意味で、踏ん張ってましたね。まあ、つながるような形で、とにかく、心さえ慌てなかったら、大丈夫。洗濯物たたんだりとか、これね、大真面目に家の中、心がこう、清らかな状態の時の方が、余裕動きできるんですよ。なもう、言葉のワードとか組み上げとか、もう、ある程度、まあ、その前の試合の選手とかで使ってるかもしれないし、だからその辺分からない。もうその辺勘なんですよ。だからその辺のところで、今までの内容を場数、こちらが経験してきた場数で、なんとかそのまましのいで、で、まあそれから、まあ、間に合ってダウンを奪ったみたいな形ですね。中谷選手の、まあ、KO 勝利ですけども、接近戦でね、相手選手が、もう意図的に後頭部一回叩いたでしょ。もうそこ見ましたから、あ、もうこれいけるなと。理由なんですよ。その辺のところ。その、どう言ったらいいんですかね。基本的には国連、世界の平和、僕の立場、僕の立場としてね。で、そこで、もう言うちゃ悪いですけども、相手がこう悪いことしたとき、サッカーのときの、そのワールドカップのときの、その僕の言ってるコメントとか、VTR とか見たらよくわかる。ただ、アジアカップに関しては、八百長やられた僕は頭の中かしとっても、もうどうにもならない。本当に。選手が勝つ気ないんだったら、本当に。その辺のところが、明るみになったときに、どちらの競技が人気出るかのところで言うと、そりゃそうなるでしょうねっていうことになると思います。だから、まあ、昔もこんな話だったと思いますよ。まあ今日、3つともしっかり勝って、まあ、3試合目はね、やっぱりちょっとさすがに、ちょっと僕も、踏ん張らなきゃ、だいぶ踏ん張らなきゃならない状態でしたね。まあけどそこは踏ん張ったお互い。いやもう 3連戦と OS の件と、今日のその睡眠不足だと、もう朝から、関西のね、おはよう朝日っていう番組の出演者の人間をちょっと呼び出してたんですよ。もう今までの件ちょっと話しに来なさいっていうことで。ね、どうせ多分家の横を通り過ぎてるんでしょうけども、こっち、なんかもう電波で聞こえてきてる声が、歩いてとか言ってくるんですよ。寝て今日の試合に備えさせてだから、こっちとじゃ。君が僕の家に来なさいって、だからもうそれ何回も通り過ぎだって、どこの地点に誰が現れるか分かんない。それ、まあ、グレイのメンバーにもちょっと弁護士つけてほしいっていうことをお願いしてたんですけどね、動画。で、それから、グレイの保管庫っていう、そのグレイのね、久さんとかが行ってる、その動画が着信通知来ていてね、久さんが会うっていうことを言ってくれてるんですけども、最後に会ったところがあるのは上司なんですよ。上司で、他の客はね、僕にあれこれ言って、
ってきて絡んできたやつにこう僕言い返してる時にパッと横見たら、あの久しさんが歩いていて、もういろんなことに腹立っていたから久しさんに向かって交渉決裂だなとなんかもうそんなこと言っていた状態。僕の辛い状況とか分かってるんですよ。だから僕がもう気荒れてたら、そう、あの喧嘩状態になってしまうかもしれないから、もう久しさんも何も言わないでそのスーッと出て行って、そういう関係じゃないんですよ。もともと仲いいんですよ、グレイの皆さんと。でももう、でもそう、よくいろんな絡んできた連中でも怒ってしまったら、そのままの勢いで 今までの件なんで助けてくれんかってみたいな形になっちゃうから、だからボクシング界で言ったらなんでお金払ってくれんかってになるから、そこそこ本当は僕の件デリケートだけ、今世界戦3つとも勝てて今ホッとして安心してコメントできてるっていう状態、こんなに笑っていられるっていう状態で、もうサタデーステーション晩ご飯まだ本当にサッカーの試合とかで、ね、僕の言ってること聞いてるのびっくりするから、14時ぐらいでから撮影してる状態で、もう昨日の晩もなかなかね、その14時過ぎにね撮影してる時に、朝ごはん今から言うこと聞いたらびっくりします、まだですよ、ね、今からもう撮影すぐにやめて、今からもうどっかに朝ごはん買いに行ってくる、めっちゃしんどいから、去年死ぬ方が去年阪神タイガースとビッセルコン、あとかバレーボールかバスケットボールか何から、もうほんと泣き入りそうになりますから、精神的な部分とか、多分あのある意味相手の夢とかもう潰してる状態だから、まあそこまでされても困るんですけども、本当は試合だから僕はそこまで困らなきゃならない、こっちで踏ん張ってるんだから、そう、あなたたちが負けたりしたもん、もしくは僕の結婚問題で自分の悲しみかもしれないんですけども、なんでここまでせなあかんねんの方かもしれない、もうその悲しみの部分とかも乗り越えて、もう言葉で終わる、淡井圭介はこの悲しみを乗り越えて強くなるとか、もう大真面目に言ってるんですよ、本当に一切笑わないで、本当にもう試合も今日の試合もこれだけゲーム差つけたけど、もう頑張ろう、ほんと去年大変だった、それと比べたらまだマシなんだけども、やっぱり今日もやっぱりそれなりにきつかった、本当に僕の人生いつだったら普通の人生になる、ほんと助けてっていういろんな件解決したい、でも政治見たら政治見たでね、もうそうだ、政治に審査倫理委員会、どこが倫理、タッチパネルタッチした瞬間もう攻撃しかける人に、まあまた今度時間ある時、さっきも世間にばらまいたろうと、文部科学大臣がまた問わなあかんし、解雇解雇って、いやもうこれね、もう国会議員の人も話してる内容聞いてたら、我々もその気にかしら、もうどうなってるかわからないと言ったりするんです、おまじみ、多分本当に分かってないんですよ、なぜそんなことになってるのかっていう、いやもうズバッと言う人は言ってくれるんですよ、政府が自分たちのしてきたことを認めたらいいって、悪さしてきたことってそうなってきたらすぐに解散の話に去年もなりかけたんですよ、テレビを放送急に言い始めちゃう、お金かかるだけだから、とにかくみんな任期最後まで全うするまで頑張ってくださいっていう形で、だからもうね、あの刑事事件化されて、あのね、あの 谷川議員か谷口議員、長崎でなんかね、あの IR カジノとか言い始めて、結局長崎でサッカースタジアム作っちゃったですよ、あの議員さん長崎県の建設業界の人だったんですよ、もともとで仕事がなくなってきてから議員になって、で最終的にやっぱりその件でもうこれって刑事事件っていうことでせなあかんこと多すぎる、もうそれも僕は河川水門開始発電撮影しに行った時に、いろんなところ、高速道路いろんなところ、お前らほんとええ加減にせよ、もう建設業界の人間100人告訴いけって放送会何したのね、法律業界もう真面目にめっちゃ怒って、怒ったら怒ったで電波で攻撃されるんですけど、それ乗り切って、このルール法律で動画見た人がいるぞって、これ承認やっていうことで、こっちが法律で対抗していって、なんかあのもう睡眠不足になってる国会議員の人いるなって、他にも僕もう高等裁判所でも淡井さんと同じだけ頑張れますねっていうこと、いろんな人呼び出されて言われてるから、業界として
僕と同じ睡眠時間にされたらもうみんなお手上げ。そこも根性気合い。去年のあのペースに付き合わされた人もう絶対辛いと思う。僕と全く同じ精神的な部分までの辛さはそこまではみんなないと思う。あんだってチームメイトとかと喋ったりできるでしょ、野球とかサッカーって。それで笑ってるシーンとかあるけども、僕その日一日もう笑わない状態で備えてるから、本当に精神的にこうリラックスできない日がこうずっと続いてるような状態。でも今日も同じ、笑ってない。ちょっと皮膚が動きそうになったら皮膚が動いただけ、心の中でこうちょっと今笑うような言い方になったかな、こう言い方だから表情とか笑ってなくても言い方でこう笑いながら言ってるような近いようなワードで頭の中の文字も今のは皮膚が動いただけとか、自分の皮膚がこうちょっと動いたりしたのもそれで、まあ笑ってないっていう状態を作ると、そういうふうな形で、まあ、神がかり的な力での優位性っていうのを頭の中がしっかりいくだとか、選手がしっかり動けたりだとか、まあ、そういうふうに持っていってるっていう状態ですね。あ、なんか子供の方と違いますよって、なんか、まあ、回転灯は、まあ、聞いて、まあ、誰かを止めに来てくれたんですかね。まあこんな夜更けに誰か歩いてましたね。交差点でパトが止まってました。まあもうこれぐらいにして、終わります。皆さん、勝利おめでとうございます。あとはチャンネル登録と着信通知の設定といろんな意味で政治経済を含めて、まあ、あ、その動画を見といた方がいいよとか、まあ、そういうふうなところ、いろんな人に勧めていただけたらなと思います。以上です。今日一日よく頑張った、自分でも乗り切ったと、あの自分で自分を褒めてあげたいっていうところですね。皆さん、お疲れ様でした。次報道で番号以上です。